どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっと今日カメラの角度が変なんですけど、何をやりたいかというと、はい、この本がですね、とうとう完成というかね、しましてですね、私著者なんで一足早く皆さんのものお手元に届く前に、私の手に届きましたということで、最新レビューをお届けしたいと思います。はい、こちら、はい、これ簡単ウクレレソングブックハンディ版ということで、この青い方がボリューム1、このピンクの方がボリューム2ということになってますが、はい、これかつて出していた、この帯にも書いてあるけどね、2in1 です。かつて出していたこの黄色と赤の本がこの一冊にまとまって200曲入ってますからね。で、こっちはですね、かつて出していたソングブック3と4、はい、この水色と紫の本がなんとこの一冊に収録され、それぞれ200曲入りの超ボリュームで、収録されており、その後改訂版出していた動画の改訂版出したのコードがちょっと加えられていたりとかして、まあこういう感じの楽譜になっております。こういう感じですね。はい。今さーっとこう見せますけど、まあもちろんこれちょっとハンディ版ということなんで、かなり英語サイズというちっちゃくなってるっていうことなんですけれども、まあ僕がこう見るにですね、字は確かにあっちよりはちっちゃいですけれども、そうかな、こんな感じで、まあ、読めますよということですけども、私、細かい字はちょっと読みづらいなという方は、ちょっと確かにちっちゃいかもしれないけど、ガズは全然、大丈夫でしたということなんですけど、これのですね、ガズがご案内してたようにですね、この本、楽譜ですからね、こうやって、開いておきたいじゃないですか、こう、普通の本ってこう、閉じちゃう。ね、すぐ閉じちゃう。なんだけど、これはですね、PUR 製本という、技術が使われておりまして、なんと、こう開いたまんまになるというふうに言われているんですけど、ちょっとガズの感覚で今開いてみたらですね、結構ですね、思ったより、ぎゅっと力入れて、開くという感じで、これね、聞いたんですよ、出版社さんに。なんか思ったより開きっぱなしになんないんですけどって言ったら、あ、今開いてますよね。こういうことです。この状態でキープしてやっぱ弾き語りしたいじゃないですか。例えばこうやってやったり。で、これね、最初糊がですね、まだやっぱな、硬くなってるらしくて、ここの糊が。なんで、結構、ぎゅーっと押し付けて、行ってもらっても大丈夫らしいです。そうするといずれほぐれてきて、こう開きっぱなしになるということですんで、ちょっと結構ね、そういう意味でほぐされるのに時間かかるっぽいんですけど、そういう PUR 製法でできてるんで、そういうことですんで、安心してくださいということです。なんで、あ、こういう感じで開いたまんまでこう弾き語りしたいわけですからね。なんでそこをですね、ちょっとご承知いただきたいなと。なんで、最初買ったばっかりはちょっとね、開きづらいかもしれないですけど、はい。こういう感じでやっておくと、だんだん開いてきて、この糊も、こなれてきてというか、好きなところでこうとどまっているよという、そういう本になっております。はい、これがですね、12月22日にこの本が2冊同時発売になります。ただいまです、予約受付中、Amazon とか書店さん、楽器店さんで、大好評で予約受付中なんですけど、これやっぱりさっきも言ったように、かつて出していたソングブック1と2、あ、今ちょっと持ってきました。だから、この黄色と赤、はい、この本が、ここに一冊になってるんですけど、この大きさの違い見てください。こんなにやっぱ大きさ違いで、ハンディ版ということで持ち運びがやっぱいいっていうことで、で、中身はね、まあ一緒っちゃ一緒なんですよね。さっきも言ったみたいに、その後、ガズレレの動画で、2023年改訂版とか、パワーアップして出してるバージョンの追記があります。そういうのはどうやって書いてあるかというと、ちょっとないかな、どっか違うコード。例えば、この、ここ。下に書いてあるのは新しいバージョンだよとか、新しいアレンジですよというふうに書いてあります。あ、もちろん全曲、この QR コードでね、ガズレレ YouTube にレッスン動画にジャンプできますんで。はい。そういうのと、ここの、便利なのはこの帯。帯の後ろを見ると、これが優しさです。はい。初心者の方、このガズレレ必須コードが出てますんで、この本をこうやって開いて、弾き語りをしながら、こうやって、このコード表を見ながらですね、こうやって弾き語りできるというような、そんな構成になっております。はい。そんなわけでですね、とうとうやってまいりました。このボリュームたっぷり、200曲ずつ入っている、このみんな歌を簡単ウクレレソングブックハンディ版、持ち運び用、自宅保管用、職場用、友達と会う時用とか、いろいろこうね、車の中用とか、ご活用いただければ嬉しいかなと思います。で、ガズレレの本まだ一冊も持ってないよという方はですね、それぞれの本を買っていただくのもね、
全然、大歓迎ですけど、こっちはでっかくて見やすいですからね。なんですけど、これ2冊を買うよりも、ちょっとだけお得になってるんで、そういうね、面もありますよということでございます。ぜひ皆さん、チェックよろしくお願いします。はい。詳細はもちろん概要欄に貼ってあるんで、よろしくお願いします。あと、12月24日、これ、クリスマスイブはガズレレ YouTube チャンネルで、クリスマスパーリーしますよ。どなたでも参加できる、めちゃめちゃ面白いライブ配信になると思います。14時から、皆さん予定入れといてください。それではごきげんよう。さよなら。バイバイ。